皆さん超かなじらね。まさかのイカさんの足がエギについていたのに、抱かれた瞬間が自分で分からずちゃんと釣り上げることができませんでした。反省です。なんか今アイさん今って、うん、釣れてるっていうこと、うん、重さを感じてるはずなんだけど重くなかった。ここら辺でなんか 重いっていうか引っかかった感はあった。それでもうすぐそこだからシャッてしたらエギがピョーンって戻ってきたから、肩巻きで重みを感じるかどうかが、そういうことか。あ、こうやってさびくっていうか、そういうことか。違和感はちょっとこう合わせてあげればいいの。わかった。いや、すごい勢いでしゃくっちゃったんだね。左？わかった。あ、そか。右からね。はい。え、右わかる。右、左、真ん中、右から打つ。難しい。難しい。右からこうやって打ってる。これは竿を立ててた方がいいの、それとも寝かしてた方がいい。ああ、時と場合によるのか。竿を寝かしてラインのラインで当たり取れるならこっちの方がいい。ああ、取れない。だったらテント張った方がいい。こうやってた方がいいの方がグンってなった時に分かりやすい。なるほど。待つ時間もあの日による5秒待った方がいいときと10秒待った方がいいとき。そういうこと。15秒の時もある。何秒待ったの。5秒。5秒か。おお、ボロが跳ねた。タイプ F だと多分ボール遅いから本当に10秒とかでもいいかも。ああ、じゃあもしかしたらすごく速すぎてイカがこうなる前にシャッシャッて。イカが下にいた場合見つけられないんだよ。あ、そういうことか。イカの下の目を見てあげて追わせるような。ああ。じゃあ早いのかもしれない。いかに見つけてもらうってことが大事だからね。確かに。じゃなきゃこうついてこないからね。でもいかさっき足ついてきたってことは、うん、何とかやり方は合ってる。あとは当たりが取れてれば絶対。重み分かんなかったな。ほら、それだけ合ってる。硬い。硬いは硬い。あ、待て待て待て。結構ゆるくていいんだ。足切れちゃう。あ、そっか。優しく優しくしてあげないと。優しく。それで走る。壁がないときはこれでも投げた後にベールフリーにするんだよ、こうやって。で、ちょっとずつ出していくよ、こうやって。うん。で、出なくなったやん。出なくなったらボトムライン。そういうこと。これ風関係ある。ある。で、これ持っちゃう。それで、敵の重み感じてまで巻いてから感じた。そっからしゃべれ。あ、ごめん、ちょっと緩すぎたね。よいしょ。少しだけ移動してみようかな。ちょっとね、投げ方というか探り方を
のあゆさんにちょっとね教えてもらったので、まあ、扇状に打っていくのは変わらずなんだけど、最初も投げた時にフリーホールで少しずつこうラインを出して、で糸がねこう出ていかなくなったらベールを起こすっていう感じで、しっかりと着底、投げたところにこう着底できるようにして、長い距離をね探れるようにしていきたいと思います。やっぱね、私はね一個こういうので釣れたってなると本当になんかそればっかりにとらわれて、そうしたら絶対に釣れるんだみたいな気持ちになっちゃうから、まあ、こうやってねいろんな人のアドバイス聞きながら、まあ、自分にちゃんと取り入れていけるともっともっと引き出しが増えると思うので、引き続きね柔軟に吸収をして、教えてもらったことを少しずつ覚えてやっていけたらなと思います。もうサーフでイカが釣れるってめちゃくちゃなんだろうな、気持ちいいと思うんだよね。なんかいつもってこう見えてるイカだったりとか、ちょっとこうなんだろう、目線が高いところからこう見自分で見つけたりしてるから、なんかあここにいたっていうのが分かってる中でエギを動かしてるから、サーフだとこうやっぱ平面っていうかさ、同じ高さだから本当にイカがついてきてるのかとか、そういうのがね分からない状態だから、まだねどういう風にしたら釣れるのかっていうのがこう分かってはいないんだけど、それがね今日は少しでも深めていけたらいいなとは思ってるので、まあ、引き続きね扇状に、探って、あ、お、来た、釣れた、びっくりびっくり、釣れたらいいなって言ってたら釣れたよ、やったー、おー釣れたー見て見て、釣れました、イカ持って、あ、イカ持って、やったー、よし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 、サラちゃん見て、おめでとう、いいサイズじゃん、どうやって釣ったの？なんかね、あゆさんが、最初その着底させるときに、私すぐベールをこう起こしてたんだけど、最初こうフリーにしてちゃんとその投げたところに着底した方がいいよ、長く隠れるよって教えてくれて、そうやってやってくとかって言って、まあまだまだねこう釣れないからもうちょっとね引き続き探っていきたいと思いますって言ったら、この足元でグイングインって引っ張られた。とりあえずね一回ちょっとね、イカの鮮度とかもあるから撮影だけしてね、まだゆっくり聞かせてください。さあらちゃん、はい、やるじゃん、イエーイ、使ってた液がこれだね、エメラルダス、そう、ダイワさんから出てるエメラルダスの 2.5 号を使ってました、やっぱ気合が違かったんだわ。そうだよ、釣れるまで帰らぬ。あ、帰れるじゃん、帰れる、よかった。やべ、俺帰れないわ、帰れないね、なんとか一杯釣らないと。なんでね、この GoPro はねちょっと今日1台しか GoPro がないから、俺がねちょっとお借りしてね、俺の釣れてるシーンでエンディング迎えられたらいいなと。もしね俺が釣れてないでエンディングになってるようだったらね、一人ねサーフに俺ずっと残ってると思うから、皆さんね探し出してくれたら嬉しいです。そうだね、迷子の届け出を出してください。はい、お願いします。はい、じゃあ頑張ってください。はい、あゆさん、また俺がウマ娘やってる間にサラピに先越されたよ。本当にゲームやってたら、そうそう、どうせゲームやってたら釣れるんでしょうなんて言ってたらね、まさに釣れて。どうやって釣ったの？まあ今フリーフォールするでしょ、ちょっとずつ出すんだよ、きっと。そしたら重みを感じるまで移動してよ。で、まあ、2回くらいしゃくりました、しゃくりました。で、私はね 6秒ぐらいも、はい、で、また2回しゃくってを繰り返してただけ。そしたらグンってきたの？そしたら本当にこの足元のところでグンって引っ張られて、やっぱ俺がパンチして失敗したらへんだよね。こういうのは沖から引っ張ってきてるってこと？
あ、そうだ、ね、あ、そうなんだ。だからなんか手前までちゃんと探るの大切だよって言われたから、手前までちゃんと探って、あ、釣れないなって思ってたら次の探りで、まあ、皿あるあるだけど手前ないがしろにしがちだからね。そうだ、もうこの辺まで来たら無理だろうなみたいな。そうそう、みんなが手前までちゃんと探るんだよって言って、はーいって言って手前すぐ早巻きで回収してるからね。知らない人だから。そうそうそう、さすがにさ、こうちゃんと教えてもらって、まだサーフェイキングあんまりやったことないから、ちゃんと言うこと聞いて手前まで探ろうと思って。いや、普段から言うこと聞いて。ああそうで、いっぱいね引き出しを覚えて自分なりに派生していけば全然いいと思いますんで、まあ、あとはねちょっと俺が迷子になるかどうか見届けてくれさ。見届けてるから、横で私も一杯でこう満足せずちょっと釣れるように頑張ってきます。はい、頑張ってください。はい、よし、エギチェンジですね。山下さんから出てるね、エギオーケ 2.5 号のね、モエモエグリーンに変えてみました。いや本当にね、迷子になりたくないからさ、なんとかエンディングに俺の声も入っててくれると嬉しいなーなんて。マジ、おお、しかもすげえいいサイズだ。やったー、おめでとう、すごい。サラちゃん、はい、サイズアップだし、俺行方不明だし。いや、ごめん。いや、全然ごめんじゃないよ、おめでとう。ありがとう。教えられた通りだ。そう、教えられた通りやってたし、うん、今のが分かった。やばい、サラがレベルアップしてる。これも手前だった。おめでとう。ありがとう。しっかりあれだ、2回しゃくって、今回は6秒待つ、2回しゃくって6秒待つで、しっかり手前まで探ってきた結果ですね。おめでとうございます。洗礼を受けてます。ありがとう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あゆさんもね連れて、私も2杯釣れて、今日ね、出勤前の釣りだったんだけど、もう短い時間、40分ぐらいしか釣りしてないんだけど、今日はね、ここで終わりたいなと思います。で、今日ね、釣ってたのは、あやさんに教えてもらってた通り、フリーホールで確定をさせてから2回しゃくって6秒待つ、2回しゃくって6秒待つを繰り返して、釣れました。ね、サーフェイギングはね、もうノンプレッシャーで、もう色弾丸しながらこういう風に打っていけるから、やっぱサーフね、めちゃくちゃいいね。そうだね、うん、人もいなくてね。そう、すごいね、楽しかった。楽しかったね。まあ、出勤前で今日は短時間だったけど、楽しめたんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ楽しめた、本当に。楽しめたんですけど、あれ元気は。そう、元気がね、いないの。どこ行ったんだろう。どこ行った。痛い痛い。釣れぬまで帰れませんなので、頑張ってるみたいです。本当に迷子になってる。まあ、そんな感じで今日の動画は終わりましょう。はい、じゃあ今日のね、このサーフェイギング、サーフめちゃめちゃ楽しそうだなと思ってもらえたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じゃあ次の動画です。バイバーイ。